皆さんこんにちは。中日との開幕カードを2勝1敗で勝ち越した読売ジャイアンツ、2020年以来4年ぶりとなる優勝に向け好スタートを切りました。開幕戦で1番を任されたのが、現役ドラフトで楽天ゴールデンイーグルスから移籍したオコエ瑠選手です。オープン戦で打率3割1分と結果を残したオコエ選手を原監督が1番に抜擢。その期待に応えたいオコエ選手でしたが、開幕戦は4打数ノーヒットに終わり、続く2戦目からはスタメンを外れました。しかし4月4日の DeNA 戦で再び起用されると2安打を記録、レギュラーダッシュに向けた再出発を切りました。今回はオコエ選手の開幕戦とレギュラー獲得に向けた課題について紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。関東第一高校時代に甲子園に出場し、日本代表にも選ばれたオコエ選手、類稀な身体能力を評価した楽天が2015年のドラフト会議で1位指名しました。即戦力としての期待が高く、春季キャンプは1軍でスタート。高卒野手としては球団史上初の抜擢でした。オープン戦では打率1割7分4厘と結果を残せなかったものの、開幕1軍入りを果たしプロ生活をスタートさせます。開幕戦に代走として出場すると、5月31日の阪神タイガース戦でプロ初安打初打点を記録しました。6月11日の広島カープ戦では高卒新人としては17年ぶりとなる猛打賞を記録し、徐々にプロの世界に適応。8月以降は2軍生活が中心となったものの、1年目から51試合に出場し経験を積みました。2年目はキャンプイン前日に胃腸炎を発症すると、2日目に右手薬指を負傷、後の検査で全治2ヶ月以上となる靭帯や骨の損傷が判明し、実戦復帰は6月ただよりへとずれ込みました。8月4日の千葉ロッテ戦で約1年ぶりとなるスタメン復帰を果たすと、8月下旬からは1番に定着。2年目となった2017年シーズンは怪我の影響もあり、出場は41試合だったものの、打率3割3本塁打11打点を記録、いずれも前年を上回る結果を残し、レギュラー定着への期待が高まりました。3年目以降のレギュラー定着が期待されたものの、思うような結果が残せないシーズンが続いてしまうこととなります。2018年、2019年の2シーズンは打率1割台に低迷。すると2020年にはプロ入り後初めて1軍出場がゼロに終わりました。楽天のゼネラルマネージャーを務める石井和久 GM はオコエ選手の姿勢について指摘、考えがまだ甘く自己評価が高すぎる、そろそろ出てこないと野球人生が苦しくなってくると苦言を呈しました。この苦言を呈した石井 GM が監督兼任になったこともあり、楽天での出場機会がほとんど与えられなくなったオコエ選手、2022年オフに初めて開催された現役ドラフトで巨人から指名を受け移籍することになります。指名した巨人の原監督は、新たな制度のもとチームの補強ポイントを埋めることができる有力な選手を獲得することができました。オコエ瑠選手にはジャイアンツの一員として今まで以上の活躍を見せてくれることを期待していますと語り、オコエ選手への期待の高さを明らかにしました。この期待に応えるかのようにオコエ選手は春季キャンプから猛アピール。オープン戦で打率3割1分と結果を残し、見事開幕スタメンの座を射止めました。対戦相手となった中日ドラゴンズの先発投手はオコエ選手の同級生にあたる小笠原慎之介選手。迎えた第1打席は足元のカーブを空振り三振、続く2打席目はチャンスで打席が回ってきました。先頭の大城卓美選手がセンター前ヒットで出塁すると、続く BD 選手がエラーで出塁、ノーアウト1、2塁でオコエ選手に打席が回ります。カーブが2球外れ、2ボールと有利なカウントに。最低でもランナーを進めたい場面でしたが、3球目のストレートを打ってショートゴロダブルプレーとなってしまいます。その後フォアボールなどもあって2アウト満塁まで攻め立てたものの無失点に終わり、巨人は1点ビハインドのまま中盤へと試合が進んでいきます。5回裏の第3打席はエラーで出塁したものの、8回裏の第4打席は見逃し三振。開幕戦は4打数ノーヒット2三振という結果に終わりました。チームも1点リードの9回に4点を奪われて逆転負け。オコエ選手にとっても巨人にとっても苦しいスタートとなってしまいました。2戦目3戦目は中日の先発が涌井秀明選手、福谷浩司選手と右投手だったこともあり、1番レフトで梶谷隆之選手が先発、オコエ選手の出場機会はありませんでした。ライバルでもある梶谷選手は
2試合で7打数3安打を記録し、好調さをアピール。巨人は連勝を飾り、開幕カードの勝ち越しを決めました。梶谷選手について原監督は、大きいですね。対応力というものは素晴らしい。と絶賛。FA で加入以来、思うような結果を残せていなかった。梶谷選手の活躍に笑顔を見せました。4年ぶりの優勝に向けて、チームは良いスタートを切ったものの、オコエ選手自身はノーヒット。ライバルの梶谷選手が結果を出すという逆境でのスタートとなりました。2カード目となった DeNA との初戦では、相手の先発が浜口晴弘選手、佐藤氏ということもあり、オコエ選手がスタメンで起用されるか注目が集まっていました。原監督は2試合連続ヒットを放っていた梶谷選手を外し、オコエ選手を起用。するとオコエ選手は結果で応えます。第1打席はピッチャーゴロに倒れたものの、3回表の第2打席でレフト前ヒットを放ち出塁。5回表の第3打席ではセンターにツーベースを放ち、2打席連続ヒットを記録しました。5打数2安打の活躍を見せ、チームも9対0と快勝。レギュラー奪取に向けた大きなアピールとなりました。この活躍についてオコエ選手は、レギュラー目指して頑張らないといけない中で内容も良くなかったんで、その分今日の試合では一生懸命頑張ろうというか、他人がどうのこうのではなく、自分自身がしっかり自分の野球をやることをテーマに今日はしっかりできたかなと思います、とコメント。さらに、開幕戦の時は打席に入って冷静になれていなくて、レフト方向に意識がいっている部分があった、今日はしっかりセンターに向かって入っていけました、と語り、開幕戦の反省が生きたことを明かしました。梶谷選手という左打ちのライバルがいる以上、オコエ選手がスタメン出場できるのは相手先発が左投手の試合に限られると見られます。左投手相手に結果を残すのはもちろんのこと、右投手相手にも結果を残せるようになればレギュラーも大きく近づくはず。ネットでは、梶谷とオコエは今後も左右でスタメン分けるのかな、やっぱりオコエスタメンじゃなきゃ、オコエ走塁&マルチ頑張った、といった声が上がり、活躍に大きな注目が集まっています。オコエ選手が活躍した4月4日の DeNA 戦では、ライバルの梶谷選手が代打でタイムリーヒットを放ち、同じく外野手のブリンソン選手が5打数5安打と大活躍。外野のポジション争いは熾烈を極めています。競争が激しくなればなるほどチーム力は上がり、優勝へと近づいていくでしょう。今後のオコエ選手の活躍から目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。